森ポールは日本のプロスキー選手。身長174センチメートル、体重67キログラム、血液型は A 型。1973年、長野県のザー温泉村で生まれる。兄が二人をおり、彼は末っ子にあたる。時系に、オノルディック複合選手で、長野、ソルトレークシティ五輪代表の森里氏がいる。 長野県飯山北高等学校卒業後、アルペンスキーからモーグルに転校。1996年12月19日には、アメリカのディアバレーで行われた、フリースタイルスキーノースアメリカンカップのモーグルのレースで優勝。年明けから、フリースタイルスキーワールドカップに参戦した。また、1997年、フリースタイルスキー世界選手権に出場27位となった。 1998年開催の長野ボリンモーグル代表選手の候補であったが、1997年9月にスキルス胃がんを告知され、手術するも、すでにがんは全身に手に、末期で手遅れの状態だった。翌1998年春頃には、がん治療を諦め、ホスピス病棟へ転院。スキルス胃がん告知からわずか10ヶ月後、1998年7月に、 死去。25歳を打つ。亡くなる前日、兄、里都らに対して、いろいろ悪かったな。ありがとうと言い残したので、すでに自分の命が尽きることを覚悟していたのではないかと思われている。ありがとうございます。